取り付けました。ではマウントに差し込みます。こうですね、ちょっとなかなか刺さりづらいかな。ちょっと油を塗って差し込みます。わかるかな、ね、はい、刺さりました。これで大丈夫ですね。あとは復旧です。ちょっと念のためエンジンかかるかどうかテストしてみます。はい、ではエンジン始動テストですね。鍵をオンにします。はい、ブレーキをかけます。そしてかかりますね。テール回りますね。ウインカーもつきます。本がならない。バッテリー側がいいですね。レンジも切れます。はい、大丈夫ですね。では実験が完了しました。では復旧していきます。はい、ではいつも通りつけた順番逆ですね。戻していけばいいです。はい、まずこのサイドカバーですね。これまずしっかり入ったかどうかもう一回確認します。はい、そしてサイドカバーの、ここですね。ここはちゃんと中心に入るようにまず押し込みます。はい、はい、大丈夫ですね。あとはビスをつけていきます。はい、外すときはインパクトでやったんですけど、組むときは手締めです。ドライバーでやらないと舐めちゃったりとかしますので、ドライバーで締めていきます。こちらのサイドカバーは3箇所、1、2、3箇所で締めます。はい、では本締めをそれぞれ手で締めます。はい、でこちら、右側のアンダーカブですね、つけます。はい、まずこれ前を差し込みます。で前に送り出しながら入れます。はい、で後ろこいつを差し込みます。はい、あとはビスを手締めしていきます。はい、後ろですね。これがね、この後ろが入りづらいかも。ここよく走行中脱落してしまうので、あと強く回しすぎると舐めてしまうんですね。適当なトルクで締める感じですね。ちょっと曖昧であれなんですけど、はい、続いて、左側のカウルに入りますが、ここですここはこれかな。これですね。ここですね。これは隠しビスがありますんで、しっかりと固定しないとダメです。ちょっと分かんなくなりました。
多分これだな。ここ入っていかないですね。なんでだろう。ちょっと迷ってます。じゃあこれ先についちゃいましょうかね。ここですね。これこうかな。こうですね。あ、合いましたね。で、どっちかがどっちかなんだな。ここじゃないな。こっちかな。うまく合わないな。あ、ここね。これが落ちちゃいました。ね。これ落とさないように。こうはめて慎重にいかないといけないですね、こう。微妙。こう来て、そして、これかな。これですね。クリップがね、落ちちゃったかな。そうすると、つきます。はい。はい、じゃあ、続きます。次、ここ。しっかりと。ね。これは、ここ。そしてサイドカウですね。前から合わせてきて、最後後ろをここをはめます。これ左右同じですね。はい。でビスで止めてください。見えない。そうですね。ここ。このビスはね、落としやすいので、でしっかり締めると、舐めちゃうんですね。はい、ですね。こんなもんだな。そして、センタースタンド掛けするときの、これをつけます。これをつけます。反対側から。おっと、失敗した。ここ、上を先に決めるんですね。そして、下。お、危ない。ギリギリ通ってくれ。クローズのメガネで締めていきます。これはセンタースタンド掛けで毎日使いますので、しっかり締めないと危ないです。動かなくなったことを確認して OK ですね。はい、続いて荷台をつけます。忘れちゃいけないのが2つですね。ちょっと芯が寄っちゃってるな。ちょっと寄っちゃってますね。芯が寄っちゃってる。ちょっと合うかどうかやってみますね。台をセットします。
まず隠しボルト1個つけます。ね、いや熱い。軽く入れて、次こっちですね。これちょっと寄っちゃってるな。難しいかな。寄っちゃってるけど、なんとか入りました。はい、最後一個。この3つ、これは微妙ですね。入ってかねえな。入ってかないですね。ちょっと今日は暑くてですね、金属がちょっと膨らんでるかもしれないですね。ソケットで締めます。こういう時はソケットで締めるしかない。大丈夫ですね。ちょっとか引っ掛けが必要だっただけで。締めします。で最後頭、隠されたところですね。大丈夫だ。荷台ですから、ですね、運搬中に物をこの荷台が外れないようにですね、しっかりとですね、締めてみます。こんなもんですね。はい、次に、このエンジンオイルのタンクのカバーですね。ちょっと油でギザギザなんで。